カレンさん、デートをすっぽかしたら損害賠償請求を受けてしまうのか。実際すっぽかして受けたことあります？いや、ないですね。まあないですよね。すっぽかしたことあります？いや、それは聞かないでください。結構気になりますか？はい。ということはすっぽかされたことがあると？いや、ないですね。それでは本日はデートの約束をすっぽかしたら損害賠償請求を受けてしまうのかについて考えていきましょう。本日の L チャンネルもレック東京リーガルマインド専任講師、そして弁護士の竹山が解説していきます。法学部で法律の勉強をしてます、カレンです。カレンさん、デートをすっぽかしたら損害賠償請求を受けてしまうのか。実際すっぽかして受けたことあります？いや、ないですね。まあないですよね。すっぽかしたことあります？いや、それは聞かないでください。あ、すいません。で、今回の問題、法律的には何が問題か分かりますか？デートと法律って関係あるんですか？関係あるとして訴えてくる人はいるかもしれません。デートすっぽかされたら損害賠償請求できるんですかね？まあ結論から言うとできないでしょうね、常識的に考えてね。でもこれをあえて法律的に見ていくとどういうことかってことですね。契約とか関係あるってことですか？あ、そうです、その通りです。まずデートの約束が契約なのかということが問題になります。もし契約だったとすると、それを破って相手に損害が発生するとどうなります？損害賠償請求できます。さすが法学部。そうなんですよ、契約を破って相手に損害を与えると損害賠償請求ができてしまうことになります。デートの約束がそもそも契約なのかということが問題になります。ではカレンさん、契約ってどういう時に成り立つか分かりますか？意思と意思が合致した時ですかね。その通りです、優秀ですね。意思という漢字はテロップで出てる通り、普通の意思という漢字ではないので注意してください。では普通の約束も意思と意思合致してますよね。まあ分析すると結構気持ち悪いですけど、デートの約束もデートしたいという意思と意思が合致してるわけです。では契約と約束って何が違うんでしょうか？法的拘束力を持たせる意図があるかどうかって。その通りです、法的拘束力、つまり破ったら裁判を起こされても仕方がないというつもりがあって契約したかどうかですね。普通はデートの約束をしてもそこまでの気持ちはないということですかね？そうですね、車の売買だったら、まあ、破ったら裁判を起こされるってことは分かってるでしょうけど、デートの約束を破って裁判を起こされるとはおそらく思ってないでしょうね。じゃあデートをすっぽかされたらもう泣き寝入りするしかないんですね。そうですね、気持ち的にはいろいろあるでしょうけど裁判でどうにかするってのはなかなか難しいかもしれません。中にはデートの相手をする商売なんかあったりして、その話は別でしょうけど、まあ、プライベートのデートの約束だったら、まあ、契約とは言えないでしょうね。そうなんですね。結構気になりますか？はい。ということはすっぽかされたことがあると？いや、ないですね。本日の L チャンネルはデートをすっぽかしたら損害賠償請求でした。チャンネル登録お願いします。また見てください。